ズマックスとスマイルマンが向かったとの連絡がありました。行くか。ワクチンマンだ。人間どもとそれが生み出した害悪文明を抹消するため、私は地球の石にやってあり人間。ワンパンで終わっちまった。君は逃げなくてもいいのかな。カニを食いすぎて突然変態を起こしたこの俺、今日も面接だったが見事に落とされたよ。君は俺様と同じく目が死んでいる。死んだ目のよしみだ。特別に見逃してあげましょう。別の獲物を探していてね。顎の割れたガキ。おいガキ、お前カニの怪物に何かしたか。公園で寝てたからマジックで乳首描いたよ。俺には関係ないし放っておくか。見けた。おいおい、子供のいたずらごときで殺そうってのか。どうか。死ね。俺は小さい頃ヒーローになりたかったんだ。てめえみたいな悪役を一撃でぶっ飛ばすヒーローにな。なーにーがーヒーローだ。この落ちこぼれめ。思えばあれから3年も経つのか。なりたかったヒーローになれたはずだった。ああ、想像以上だ。兄さん、俺は世界で一番強い男を目指していた。これを飲めば求めていた力が手に入るぞ。俺たち兄弟がその力を合わせれば地上のすべてを征服し王になれる。ああ、兄さん、これだ、最強の力だ。最強の男になった感想は。てパンツ履けよ。肩に乗ってるやつを殺せ。兄さん、誰だか知らんが、お前のせいで兄さんが死んだ。俺たち兄弟の力。あ、世の中の悪は一向に消える気配はない。これは俺がヒーローを始める前と変化ないことだ。ベリベリ、俺はバリカスタムよろしくゼットマクテン様だ。今夜は卵かけご飯だな。よって地上をいただくことにしたのだ。地球人だ。消えろ。
相手をしてやる。これこそが俺の求めていた。我は地底王、地上人でも格下級者だ。さあやろうか。大量発生とか勘弁してくれよ。無駄だ。溜め込んだジュースを私に注いでちょうだい。俺との決着がまだついてねえぞ。口入った。ピッピッの野郎。あ、一人巻き添えに。いやー、助かったよ。すごいなお前。こうなったら自爆するしか。ぜひ名前を教えてほしい。ああ、埼玉だけど。弟子にしていただきたい。え？先生。マジで来やがった。ジェノスです。埼玉先生。弟子なんて募集してねえし。実は4年前、俺は15の頃まで生身の人間でした。しかしある日、暴走し頭のいかれたサイボーグが俺たちの町を襲ってきたんです。奴は全てを破壊し尽くしていきました。奇跡的に生き残った俺は当時まだ15歳で弱く、廃墟の町でたった一人、力尽きる寸前でした。そこで俺がクセイの博士に頼み込み、身体改造手術をしてもらったんです。俺は埼玉先生に命を救われたのです。俺もこれほど強くなれたら、埼玉先生、俺には倒さなければならない宿敵がいるんです。これは俺一人の戦いじゃない。バカ野郎、20時以内で完結にまとめやがれ。モスキート娘が敗北しただと。なぜ裸なんだ。死者を送って彼を招待しろ。我々の進化の家にね。先生のように強くなる方法教えてください。お前ならすぐに俺を超えるだろう。俺は今25だけど、トレーニングを始めたのは22の夏だった。だが辛いぞ。ついてこれるか。炎上弁償しろ。外にも似た人んちの天井は。あ、なんでもないです。おお、おお、サイボーグ。あ、よくやったグランドドラゴン。
だその顔は。獅子山流星が。見っけ。嘘だろお。質問に答えるか、このまま消滅するか。破壊されるがいい。それこいつじゃね。全部話しますんで勘弁してください。なんだお前、さっきまで片言だったじゃね。